あった。その番組もう流します。さあ久しぶり高田の馬王に戦う大会ランダムツーオンツー、まず 2P 側、じゃあ 1P か、こっち 1P 側がドームシエル、 2P 側がアンバーネロ。さあ 4P が出て今回ね、ちょっとネロカラス弱くなってシエルは強くなっている。まあ微妙だけどね、まあ、結構ねシエルいいんじゃないかと思うんですけども。さあまずジャンビーをかぶせていく、片目をしっかりガードして、ちょっとねこのディレイが効きづらくなった D 進化、ちょっと5進発にディレイが効きづらくなってしっかりガード、カマキリはガードしようと。セルス確定じゃないのか、ちょっとわかんないけど、なんかもうジャスティン強すぎる。で一回戻して国旗を投げる、体力リードするメロなので、メロを攻める必要がないと思いきや着地コートに直径となってしまい、セブンスから音を入れ込んでいた。多分ジャンプで掴もうとしたからメロの雑魚を叩いてガードになってしまう。相手どんどん固めて赤ゲージを当てて、今回のクーダゲイケメンが取れない。残り時間少なくなってきて、しかし片目が抜けられない。コックゲームまで投げて、これは無理か。その前取ったのドムンシエル。第2ラウンド、まずジャンプシー当たって動物を安全に制止し投げて、しっかり後ろ受け身取っている。まだ投げる、後ろ受け身なんでダッシュにくぐってゴッシーアートさせる。おっ、くぐれきれず、ヘビよタッチカード、スーパーガードか。まあ、しっかりコンボを決めてくるだけ、やらかったなマジで。何やシャミくらいしてしまう。1段止めのシールドを稼ぐがシールド投げて、あこの画面外れ方でヒット状態で逃げづらい傘セーブ使って、これは引いた解放、で滑稽投げて削りに行く。あちらに戻って2周終わって2周かわしたしてジャンプ使ってるくれ、あよっとこれジャンプシーを刺さって、なんかワンコンボ再開で効かぬ、はい、やっぱがりシールドメイティーから何もしていなかった。これは殺しきること多い。クーラゲおっと、これは引き下げる。しかしジャンプに刺さって勝ったな、ドームシール。あーなんか連戦です、連戦。ハチの巣になります。えいや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 、ダウンのバン。さあ大将出てくるのはヒロヒロシロレン。おっと今回深海では安いんじゃないのか、わからんが。さあシロレンからゴッケンつらそう。ダメジャンプして巻いて、まあシールがゲージがないんである程度手物を警戒しないで済むか。あーしかし言うてもヨレンはつらい。どこで寄っていくかーと、嫌味しなくてしっかり拾っていく。安全、そしてまたこっけ安全に空投げを受け身取れないから結構安全にいきますね。これあっと避けていた、ちょっと怖かったがしっかり避けている。あーチロレン寄ることができない。一回触って、あテーラー取る、ここからはシロレンのターン。空投げ4000超えた、4100。まずエリアルバリ来て3点ダメージ、はい逆転してセーブです。さあゲージマック状態、安全に国境を投げる、えいや逃げる、ここ行け、暫定判定強い。いや入れっぽもしっかり返って、分かったヒロヒロシロレン。第2ラウンド、あーって国境の、おっと今の拾えるよマジで。
エリアで仕事ができず揉み合って乱暴なのね。お尻入れっぱなり終わりです。あーなかなか入れっぱなりしかできないって言ってもクーナギだとね受け身取れないのが強いっぽいんですよね。で言ってる間に少年が触ってジャンプエールとどめていく。あーこの少年は取ってしまった。足の連動を決めやっぱり返してしまうな。ゴーシーしっかり走っている。ちょっとこの見せて対空耐える。井戸広城園対空は蹴られている。ゲージを吐いてしまう。すべてこれはかなり厳しいか。あーバリ通しで勝ったの井戸広。さあワンピが出てくるのはナメ、唯一の青切符するね。善逸ナメと言っても過言ではないでしょう。アウトいいよ。そう青切符ね、やっぱ現実だからね。さすがに負けないっしょとか言ってる間にすげーあれ片目を継続してバックステリミッティのエバゲットすげーすげーすげーじゃない、すっごいうるさい。あーおっきい人差し込んでいき、しかしゴーシー対空されて氷まで入れている。さあ表裏勝利拳、これがするべき勝利拳。あーすげえロケットダメージ加速して発信所昇平拳。あーこれ今オキップかよ。オキップ安心だな。いや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 、まあ、普段オキップがね、見てないでしょうね。とか言ってる間に、ガーシー逆転バトキーレスルメ。おっと、入れっぱ通るよ、これは繋がらず。あー。スルメ。これが観客を盛り上げていきたい、スルメ。サービス精神旺盛、スルメ。あー、今度はガードしない。バックスから耳に誘って氷で吹っ飛んだ。クーナギまで行け。あー消えたけど何もしない。スピガードしてバンカー通ってバックスで回避安定か。こっちにあーコンパンが通ってゲージがバックス。さあゲージ2回入って、これはそろそろ知ってた裏があったよ、知ってたな。しかし、ダイレクトがおぉ、ゴーシー差し込んでまだわからないか。あーっと、おっと青木っぽ、オーラ持ち。あー、バカー俺、わかったかガットのヒロヒロ前日ダメ。